嘘でしょ、ちょっと。それちょっと今緊急で動画回してるんですけど、今日撮影なんですけど、いないんですよ、ちょっと皆さん。もぬけの殻なんですけど、ちょっと。いや、さっき探してたんですけど、いや、いないんですよ、本当に。全然いない、本当に。ガチでいないんですよ。ただいま朝9時でございますけども。ナムさん不在です、ちょっと。嘘でしょ。あ、行った。何テレビ見てそののんきに、ちょっと。いやー今日撮影だっていうからね。いや、古民家行ったらなんかいないんだもん。だっていや、寒い寒い。外マイナス8度寝れないしさ、家庭だったらバチ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 音するし、トイレが遠いからさ、ほんと漏らしそうだったよ。もうぶち切れてさ、近くにバスあるから帰ってきたよ。まあ入った、あの館内の地下通路で鍛え上げたナムさん、さすがに山梨の寒さには勝てなかった。当面はまたここで、そうだね、一応あとはここだね。次は2月に行こう。2月。いや、よかった、本当ナムさん安心した。ちょっと寒かったわ。カニのスープを作ったの。カニ、どうしたんですか、カニの。いや、今作ってるから、温めようか。あ、いいの。あ、面白い先生、あ、うまそうじゃないですか、ナムさん。そもそもこのカニどうしたんですか。これは前買ったやつ。結構いいの食べてますね、ナムさん。いや、それは安いやつ。あ、そう、出汁取るだけやから。あー、出汁用にね。うん。久々のナムさんち。え、これどうしたんですか、これ。プレゼントでもらったんだよな。あー、誕生日か。そうそうそう。可愛いじゃないですか。じゃあ、あ、いきますね。はい、うまそう。うわー、熱々じゃないですか。あ、そんなにいいの、これで。え、これ全部、これ全部。そうそう、まあ、食べれるけど、食べれるかな。見てる人伝わるか分かんないけど、とんでもない量ありますけど。だってお茶、普通のお茶碗がこれですよね。お茶碗このサイズで、なんで。え、じゃあちょっとあ食べようかな。あ、てか俺あれだ、僕が前ナムさんにプレゼントした飲んでる、これちゃんと飲んでる。やった、健康気使ってる。僕あげたんですよ、これ。じゃあちょっといただきますよ。熱いよ。いや、熱いでしょ、これ。ちょっとすいません。あー、これはうまいわ。だしめちゃくちゃ出てる。これカニのお出汁がめちゃめちゃいい。これ、これはあったまるな。料理作れるいう気力もあってよかった、本当に。ビールを入れたんだよ、これ。え、ビール入ってんの、これ、うん、料理酒じゃなくて。ビール、ビール。それで、柔らかくしてる。あ、これはうまいわ、そうなんだ。とりあえず、今の時期はもう、通いで頑張りましょう、うん、無理せず。ちょっと、うん、まあ、2月からまた、改めてね、うん、住みますんで、耐えきれるかどうか。いや、無理だ、そういうこと言っちゃだめ、視聴者心配するから、うん。そういうことなんで、うん、ご心配おかけしましたね、うん、頑張っていきましょう。じゃあチャンネル登録もよろしくお願いしますね。はい、行きます。